こんにちは、マッツーです。2020年11月に発表発売された、Apple Silicon M1 チップ搭載されている、MacBook Pro、これをね、購入してみました。はじめはね、本当に買うつもりなかったんですけれども、これはですね、普通の Mac だったら、まあ買ってなかったんじゃないかなと思うんですけれども、昨年2019年に Microsoft もね、同じようなコンセプトのパソコンを売ってるんですね。Surface Pro X というパソコンなんですけれども、まあ、同じ ARM、スマートフォンのチップセットに似たようなチップセットを搭載した、パソコンを作っているということで、同じ ARM 型のパソコンという意味で、Surface Pro X と、MacBook Pro の比較をしながら、まあ、ちょっと使い心地を検証してみようかなというふうに思って買ってみました。ざっくりと M1 搭載の MacBook Pro を購入して感じたメリット、デメリットだったりとか、Surface Pro X と比較しながらレビューをしていきたいなというふうに思います。まずですね、購入した MacBook Pro の構成を、まあ、今回 Mac はですね、Mac Mini と MacBook Pro と MacBook Air の3タイプ出ておりまして、そんなにスペックに差はないんですけれども、まあ、まずは持ち歩きたいということで MacBook 系を選びました。動画編集をすると、万が一のこと考えると、やっぱりこう、もうちょっとね、ファンがついてたりとか、冷却機構とかね、そういうところも考えれば、MacBook Pro にした方がいいかなというふうに思って、一応 MacBook Pro にしました。メモリとストレージをアップしたというところがメインかなと思います。注文から到着までのタイムラインなんですけれども、私今回結構迷ってまして、11月25日の午前1時頃に注文完了したという形ですね。で、到着予定日はその日からですね、2週間後の12月13日から12月20日の間という形に指定されていたんですが、まあ、発送のメール来たのが12月13日という形で、で、上海からの発送ということで、結局ですね、到着した日がですね、到着予定日の本当スレスレですね、12月19日ということで、まあ1週間ぐらい使ってみたという感じになりますね。でですね、やっぱね、初め開けるときはドキドキしましたね。Apple からは iPad とか iPhone とかを購入したってこともあったんですけれども、MacBook Pro 買うっていうのも初めてだったので、やっぱ結構ね、ドキドキします。中は入っているのはこんな感じです。中身はパソコンの本体と USB ケーブルと AC アダプターぐらいという形の結構シンプルな構成かなと思います。なんですけれども、初期設定するときにね、電源のスイッチを入れる前に開けてみようと思ったらですね、もういきなりリンゴのマークがついて、ドゥーンとかってね、起動始めて初期設定始まってしまったので、それは驚きました。画面保護のね、シートを剥がさずに写真撮ってしまいましたけど、画面はやっぱほんと綺麗だなと思います。まあ、レティナディスプレイっていうのもあると思うんですが、Windows 陣営のノートパソコンとかもね、かなり使っています。今ね、PowerPoint で作ってるので、これもね、サムスンのノートブック9ペンっていうパソコン使ってるんですが、かなり気に入って使ってるんですが、やっぱね、まあ、買い立てっていうところもあるかもしれないんですけど、やはりね、MacBook Pro の美しさすごいなって思いました。画面の美しさ綺麗だなっていうふうに思いましたね。ということでですね、MacBook Pro を手にして、まあ1週間ぐらい使ってきたんですけれども、ここからで本題ですね。M1 搭載の MacBook Pro を1年使った Surface Pro X と比較して感じた8つのポイント、これをご紹介していこうかなというふうに思います。今年2020年に初登場した Apple Silicon 搭載の Mac からですね、遡ること1年、2019年にマイクロソフトも似たようなコンセプトの ARM 搭載の PC、これ Surface Pro X というものを発売しております。このね、チャンネルでも何回かちょうど1年ぐらい前ですかね、ご紹介したりしたんですけれど、スマホでも搭載されているスナップドラゴンベースのマイクロソフト SQ1 というものを搭載していたりとか、ディスプレイもかなりベゼルレスなスタイリッシュなモデルとなっているんですけれど、これと MacBook Pro と、比較して感じた8つのポイントという形で、ご紹介していきたいと思います。というわけで、まず1つ目、こちらでございます。プリンタードライバーが普通に使える。 Windows 10 の ARM 版だと一つ筋縄ではいかないのがドライバーの問題ですね。まあプリンターに限らないとは思うんですけれども、マイクロソフトストアにあるメーカー公式のプリンターアプリっていうのがあれば、まあある程度印刷はできるということですね。プリンターデバイスとしてね、このアプリで登録してくれるようなメーカーであれば、一般のソフトからもう印刷ができる。例えば、私今家で使っているのがキヤノンの G6030 というプリンターなんですけれども、こいつはですね、キヤノンがインクジェットプリントユーティリティっていうアプリをマイクロソフトストアで公開しているので、これを使ってプリンタードライバーインストールしてあげることで、例えば Excel だったり PowerPoint だったりブラウザだったり、そういう他の普通のソフトからも印刷することができるという感じになっております。職場のプリンターがシャープのプリンターなんですね。
シャープのプリンターは簡易的なプリンターアプリはあるんですけど、 Windows のプリンタードライバーとしてはインストールしてくれないので、アプリを介してしかプリントができない。だから例えば PDF で一回変換してからそのアプリで読み込んでプリントするとか、アプリからアプリへの共有はできるので、アプリで画像として共有をして印刷をするということはできるんですけど、結構面倒だし画質も劣化するんですよね。画像としての共有をするので結構劣化するんですよ、ね、ちょっと微妙かなという感じですね。で M1 の Mac はどうかというと、普通に検索して登録ができます。ネットワーク上のプリンターを検索をして登録ができるんですね。でこの今表示しているのも、これもさっき言ったシャープのプリンターなんですけど、シャープのプリンターもあのエアプリント対応してないんですが、ちゃんと登録をして印刷ができるということで、これはね結構優秀だなというふうに思いましたね。チップセット M1 って Apple 純正のものに変わったというところで、このドライバー類どうなのかな、大丈夫なのかなっていうふうに、特に古いプリンターもあったりしたので思ったんですけれども、全然普通に使えるということで、これは便利だなという感じがしましたね。これ使えなかったっていうものはなかったりしたので、普通にこのパソコンからもね、この Mac からも配信はできたりするので、結構便利かなという感じがします。もうこれだけでもメインに使えます、私は結構印刷はするのでメインにはなるかなという感じがしました。というわけでドライバー問題は解決。続いて2つ目はこちらです。ドン、アプリの対応が明らかに違う、早いということでございます。これは、まあ、パソコンというよりはメーカーに対するね、印象っていうところではあるんですけど。例えばですね、Adobe ですね。私はあまり使ってないんですが、例えば Photoshop だったり、Illustrator だったり、結構使われている方は多いんじゃないかなと思います。Windows は去年からもう ARM 版のね、パソコンを出回っているんですよね。なんですけれども、1年経ってようやく Photoshop のベータ版が出たというところなんですね。はい、まあちょっとタイミングの問題とかもあると思うんですけど、あとライトルームがね一応出たりとか、ちょうど2020年12月今月出たかなという感じでございます。で Adobe に関してはですね、 Mac も、今月ぐらいですね、同時期にライトルーム対応するという形にはなっております。今まで進めてて、このタイミングで Windows も Mac もっていう形だったのかわかんないんですが、でもやっぱり Mac が出てすぐ一応ライトルーム対応したっていうところもあったりするので、まあ他のソフトはまだこれからだではあるんですけれども、やっぱりこのなんかこう迅速さが違う感じがしなくはないですね。まあ Adobe 私使ってないんでそんな関係ないんですけど、 Word、Excel、PowerPoint とかあるんですけれども、 Windows 版の Office 2019 は ARM のネイティブ対応の予定はありません。はい、1年経ってもあの旧来の 32bit 版の Office をそのまま使うという形になっています。これ私が今使っている Surface Pro X の PowerPoint ですねのバージョン情報をそのままあの貼り付けたものですが、しっかりと 32bit って書いてあります。そんなライトな使い方すればいいんですが、 PowerPoint 使ったりとかしてると、 PowerPoint 使ってちょっとスリープかけて復帰させたりすると結構カクついたりとか不安定になるんですね、結構ね。でそれであんまりこう特にまあ、Excel はそうでもないかなって感じもするのが、PowerPoint とか OneNote とかっていうのは、ちょっとね、不安定になるかなという印象があります。で、タイミングによってページ送りが極端に遅くなったりとか、もう挙動が明らかに不安定になるんですね。ということで、まあなんですけれども、あのネイティブ対応は当分なさそうな雰囲気になって、Mac なんですが、Mac はですね、もう Office 2019、もうね、M1 向けのネイティブ対応完了しております。これね、アクティビティモニターなんですけれども、ここに、Apple って書いてありますね。こちらですね、あの、今、まだね、ネイティブ対応しなければ、インテルって書かれますね。バンドライブはまだインテルなんですね。なんですけれども、Excel も PowerPoint も、一応 M1 チップに対応したネイティブ対応が完了してるっていう形なんですね。自社 OS 向けには、あの、対応が緩いっていうのは、これどうなんかなって感じはしますけどね。ほんと MacBook Pro でね、Office アプリ使っても快適に使えるんですよ。で、他の会社とか見てあげても、例えば、ブラックマジックデザインのね、私も使っている、ダヴィンチリゾルブとかもね、Windows は 64bit の、旧来向けの 64bit アプリしか対応してないんですが、Mac はですね、もう早々に、まあまだベータ版ではあるんですが、ダヴィンチリゾルブ 17.1 という形で、ネイティブ対応したモデルを一応ベータ版として出しているという感じなんです。まあその他にもね、まあ Apple Silicon ってやっぱり導入の背景の違いとかも、まああったりはすると思うんですけれども、結果的にこうユーザーが利用する環境としては、M1 の Mac の方が整っているかなという感じがしております。続いてはこちらです。最適化されたネイティブアプリだと動作が明らかに速い。と
ということでですね、まあ一応先ほどから言ってるダヴィンチリゾルブ、これね私の使っている動画編集ソフトなんですが、これを使ってあのレンダリング、動画の書き出しを、編集した後に動画書き出すというところでやってみた、映像を一応お見せしたいと思います。今レンダーを押したところなんですけれども、まあだいたいノートブック9ペンとかね、これ Windows のね、あの今 Core i7 の 8665U というか、結構あのノートパソコンの中ではハイスペックな部類ですね。まあゲーミングほどではないですよ。GPU は GeForce の MX150 というのを搭載している。まあちょっと非力っちゃ非力なんですけれども、まあそこそこのスペックを搭載しているもので動画をあのこうやって、書き出しているんですが、まあ大体これぐらいの、テンポ感ですね。10分の動画を、10分から12分ぐらいの動画を書き出すときに、編集の度合いにもよるんですが、だいたい10分から15分の時間がかかるという感じですね。途中で落ちるってことも結構あるんですよ。ノートブック9ペンとかでやるとね。MacBook Pro でレンダリングしてます。ちょっとね、バージョンが微妙に違うんですよ。さっきのやつは、ダヴィンチリゾルブの16でやってるんですが、こちら17、ね、これベータ版17しかないので、17でやっています。はい。という形で。まあ、揃ってはないんですけど、だいたい速度同じなので、はい。見ていただければと思います。こちらですね、はい、すごいでしょ、全然速度違うでしょまあね、全然違うでしょこんな速いのって思いました。あの動画のね中身も若干違うので、一概にこう完全に比較するってことはできないんですが、でも大体同じぐらい、カット編集をして最後にまあちょっとあのキャプチャーを付け加えて、音楽を足すぐらいのものをしているので、そんなにこってこての編集をしているわけじゃないので、それは自体はあんま変わらないです。で、10分動画の書き出しに、かかった時間がだいたい3分なので、通常の今まで Windows で使ってたのの倍以上の速度で使えているということなんですね。はい、ということで、まああのこれはですね、 Surface Pro X の比較というわけではないんですけれども、だいぶ快適に使えるな、特にね Apple のねネイティブ対応ということなのかわかんないですけど、だいぶ快適に使えてるなと。で、編集中もですね、あの、Windows の普通のパソコンで使ってると、カクついたりすることもやっぱりまあまああるんですよね。あの、MacBook Pro 全然カクつかないんですね。すごい快適に使えます。ほんとパワーの違いがあるなという感じがします。スピードもやっぱ全然違いますからね、これ見ているとね。いや、すごいなというふうに思います。まあ、ゲーミングパソコンと比較したらやっぱり、ゲーミングの方が、やっぱ優れるところは多々あるとは思うんですけど。ゲーミングでもない普通のこの持ち運べるノートパソコンです。普通に片手で持ち運べる、そこまでの重さがないノートパソコンでここまで快適に動画編集できる、しかもこれ書き出しててもファン回らないですからね、すごいですよね。ということで、ね、すごいな MacBook Pro はっていう感じがしました。4つ目はこちらでございます。やっぱり Apple チップに最適化したアプリでないとちょっと挙動は不安定かなというところと、電池もちょっとバカ食いするかなという傾向は Windows の ARM 版とそんなに変わらないかなという印象があります。 Microsoft Edge っていう、ブラウザがあります。 Surface Pro X を去年使い始めてからですね、Microsoft Edge というブラウザをメインに今使っているんですけれども、 M1 の Mac ではネイティブ対応されてないんですね。まだ今までの互換という形の、挙動になります、という形になるので、通常版ですと、こんな感じになりますね。だバッテリーの持ちとか見てあげると、この前の日曜日なんですけれども、まあ動画もね初めてスマホプランの動画を出したと思うんですが、ダヴィンチリゾルブで1回こう動画をまあ2時間ぐらいですかね編集をしておりました。で、その後ですね、マイクロソフトエッジなどを起動して放置したりとかもしてるんですが、まあ、角度は変わるにせよ、結構電池持ち悪いですよね。起動して放置してる状態でも、5時間ぐらいで 30% ぐらい減ってますね。あの結構食ってるなという印象があります。で、ここら辺とか全然いじってないんですね。はい。ブラウザ、まあ、タブを十数個ぐらい開けてるかなという感じなんですけれども、結構ね、頻繁にぐるぐるって読み込み中のあの、レインボーのね、ぐるぐるのマークが出てきたりとか、読み込み中でちょっと固まったりとかっていうのがあったりもしたので、やっぱり互換で使うと、ちょっと挙動が曖昧なのかなという感じがしました。一方ですね、開発版の、現在この動画収録時のキャナリー版の Microsoft Edge っていうのが、Apple の M1 ネイティブの対応版なんですね。で、これを使ってあげるとですね、こんな感じです。これ火曜日ですね。同じような感じのソフトバンクのプランのね、動画を作ったんですが、ここでね、動画編集をここでしてあげております。
大体同じぐらいの時間で2時間いってないかなっていう感じなんですが、そんなに電池減ってないですよね。はい、でその後もまあ、一時期ね、充電したりとかもしていましたけども、ここら辺ではがっつり使ってました。これエッジがっつり使ってました。これラジオ放送中だったので、結構ブワーってがっつり見てたりもしたんですけれども、そんなに電池減ってないですね。はい、で夜ちょっとこれ生放送したので、生放送ではパワーポイント使ったんですけれども、パワーポイント使って、しかもサイドカーで、iPad Pro とね、2画面で使う、まあ、あとさらに出力したので3画面って形になってたんですけども、で使うという形になっていたんですけれども、まあでもそれでようやっとちょっと結構減るかな、2時間で 25% くらい減るかなっていう感じですよね。だいぶ電池の減りは少なくなったかなという感じがしています。エッジとか使っても全然読み込み中っていう感じにはたまに出なくはないんですが、まあ、そこまでじゃないかなっていう感じがします。だいぶ挙動は安定してるかなという感じがします。やっぱりネイティブの方がいいなっていう気はしますね。ということで、今まではまあ MacBook Pro というよりは M1 の Mac と ARM 版の Windows っていう形でまあ比較してみたんですけど、新たな試みとは思えないぐらい結構使いやすい感じかなと思いました。これからですね、 MacBook Pro としての、比較をしていこうというふうに思います。はい、まずこちらです。冷たい冬は特に冷たい冷たいです。ほんと冷たい。表面がすごいひんやりするんですね。はい、これ私 MacBook 初体験っていうのもあるので、だからっていう感想なのかもしれないんですが、すごい冷たいです冷たいです。で使っていてもですね、そんなに暖かくならないですね。まあずっと使い続けると、まあ1時間とか使い続けるとちょっとほんのり暖かくなるかなとかね、動画編集してもほんのり暖かくなるかなという感じではあるんですが、ファンも全然回らないですし、全然暖かくならないんですよ。すごいですねこれ。ほんと夏場は非常に重宝するかもしれないなという感じがします。はい、6つ目はこちらです。キーボードはストローク浅めなんだけど静かでいいと。タッチパッドもいいなという感じがしております。こちらですね、キーボードね、一時期バタフライキーボードというのを搭載されてたと思うんですけれども、これがですね、まあ店頭とかで触ってもあまりにもね浅すぎるということで、なかなかこう MacBook 使いたかったんですが、なかなか踏み込めなかったんですよね。で最近シザー構造のキーボードに改良されておりまして、で iPad Pro でも触ってたんですね。 iPad Pro で触ってて結構心地いいなと思って、まあだから今回踏み込めたっていうのも一つあります。 iPad Pro のマジックキーボードよりはちょっと浅いかなって感じがしなくもないんですけれども、まあでも結構心地はいいかなという感じがします。こちらのタッチパッドですね、タッチパッドもね静かなんですよ。 Surface Pro X に限らないですけど、 Surface シリーズのキーボードカバー結構ねカチカチうるさいんですよ。これが結構なんかちょっとモヤモヤするところの一つでもあったりとかして、まあ今回のね MacBook Pro もう静かっていうのは非常にいいな、それでいて打ち心地もちゃんと打ってる感触はあるとかね、いうのは結構いいなという感じがしました。で、続いてはですね、まあ MacBook Pro を使ってのデメリットをちょっとご紹介したいと思います。はい、まず一つ目はこちら、タッチパネルがないということですね。まあ分かりきっていたことではあるんですが、タッチパネルがないってやっぱりちょっとデメリットには感じたなっていう感じがします。MacBook Pro を Apple Pencil に対応しろというつもりは全くないんですよ。まあ、形状的に多分無理だと思います。今映してるのがこれ Surface ラップトップを一時期、Microsoft の代理店さんにお借りした時に、使わせてもらった時なんですけれども、 Surface Pro だったらいいんですが、 Surface ラップトップっていうね、このクラムシェル型のラップトップでは、まあ、ペン対応ってやっぱ現実的ではないんですよね。まあこう丸をつけたりとかするぐらいならちょうどいいんですけど、そうじゃないとちょっとやっぱさすがに無理はあるのかなという感じではあります。例えばですね、やっぱりこれメモしたりするんですよ。私もメモしたりとかするので、 MacBook Pro と一緒に iPad を使って、 iPad Pro はね Apple Pencil 使えますから、これを使ってサイドカーっていう機能でね、一応ミラーリングっていう形で使うことができるんですよね。はい、画面拡張というかミラーリングというか、そういう形で使うことができるので、 Apple Pencil で書くとカーソルが iPad 側の画面に行くんです。 iPad 側の画面に行くとページをね送りたいときに普通に送る分には矢印でいいんですが、例えば何ページが飛ばしたいとかいうときにはカーソルを MacBook のね、本体のディスプレイ側に持っていきたいんですけど、タッチパネルがあればねポンってこうね
タッチするだけで OK なんです。タッチするだけでそっち行くんですよね。なんですけどそれができないっていうのがやっぱ辛いなという感じがします。カーソルがまあどっか行っちゃった時にこうタッチパネルで本体側のディスプレイに戻せるっていうのはやっぱ非常に便利だったりするので、はい、ここはちょっと気になるところだったかなという感じがしますね。はい、最後8つ目のポイントをいきたいと思います。8つ目のポイントはこちらです。SIM がさせない、あとは eSIM にも非対応というところですね。モバイルネットワークに対応してないというところです。重要なところでもないんですけれども、Surface Pro X っていうのは SIM を挿入することができます。はい、eSIM も利用可能です。はい、っていうところがまあ結構メリットだったりするかなと。だからそのパソコンを開くだけでまあもうスマホと同じようにもうネットワークなんて全く気にせずに通信ができるよというところがまあ一つのメリットかなと思います。Mac はですね、まあ一応パソコンからテザリングをね、iPhone のテザリング読み出せたりするんですよね。そこは結構便利だったりするんですけれども、まあやっぱりね、瞬時にモバイルネットワークを使いたいですよね。もうパカッと上げただけで、あ、もうネットワーク使えるとかね、うん、いうのができるのならできた方がいいかなという感じはします。最近私やっぱりルーターを持ち運んでるので、そこまでそこの恩恵はないんですけれども、やっぱこれから 5G 時代という形で、例えばね、各社データシェアとか出てたりするので、そういう機能を使って、パソコンでも、もうストレスフリーで使えるっていうのは便利になるんじゃないかなという感じはするんですよね。モバイルネットワークもね、もうちょっとしたら対応するっていう時も来るのかもしれないですから、ちょっと楽しみにしておきたいなという感じがします。ということで今回は M1 搭載の MacBook Pro のレビューをさせていただきました。 Mac 自体はですね、10年以上前に、大学の授業でね触って以来という感じなんですよね、実は。はい、ということで MacBook Pro も、もちろんね、人の MacBook Pro を若干触らせてもらったりとかしたことはあったりはしたんですが、自分でがっつり触ったのは初めてなんですけれども、やっぱ、まあ、Windows とのね操作性の違いはやっぱりあるので、そこにはちょっと戸惑いというか慣れないところはあるんですけれども、やっぱりねサクサクというかヌルヌルとか気持ちいいですね。使って気持ちいいかなという感じはします。で、Surface Pro X を初めて触ったときは、まあ、もう同じ Windows ってとこもあるんですけど、こんなもん、まあ、そうだよね、みたいな感じですね。まあ、電池消費が抑えられているとかね、そういうところの、メリットがあるっていう話はあったんですが、そこまで、すごいっていう感じもしませんでしたし、使えるアプリも制限されてるし、デバイスもね、その、プリンターデバイスとかにも制限があるし、っていうところを考えると、あんまりやっぱりメイン持ちはできないなっていう感じはあったんですよ。まあ、工夫してね、リモートデスクトップとかいうのを使うことはできたとしたんですけど、それだったら iPad でもいいかなっていう感じも、まあしなくもなかったかなという感じですね。まあオフィス使いだったらね、オフィスがね、普通のオフィスが持ち運び PC でも使えるっていうのは、まあいいのかなという感じはしたんですけど。M1 の Mac はですね、もうすごいですね。Surface Pro X を初めて触った時とは、本当に比べ物にならないぐらいの、すごいですね。いやー、感動ですね、本当です。はい、という形で、私、ちょっと今回ね、真面目にですね、M1 の MacBook Pro 触ってですね、母艦の今、デスクトップのパソコンを今使ってるんですが、今、Windows のパソコンなんですけど、いや、普通に、これ、Mac mini か、まあ、Mac 系の何かを母艦にした方がいいんじゃないかっていう、真面目に思い始めているところですね。はい。今はね、Windows と、Android、特に Galaxy とね、この連合軍で結構これは親和性高くて使ってるんですが、このね、連合軍が心地よかったはずなんですけど、ちょっとね、自分の中でもこの連合軍揺らいでる感じがあるんですよね。ちょっとなかなか難しいです。もしかすると2021年は、Mac で揃えるっていう、ね、Mac と iPhone で揃えるっていう形になっていくのかな、どうなのかな、ちょっとよくわかんないんですけれども。やっていくのかもしれないかなという感じがします。個人的に1週間触った分には非常に満足はしております、はい、というわけで皆さんもね、気になっている方はぜひ使ってみてください。この動画参考になったよって方はぜひチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。その他にもですね、スマホのレビューとかね、いろいろたくさんやっておりますので、その動画でもお会いしましょう。マッツでございました。またお会いしましょう。さようなら、バイバイ。